本日は東京2020パラリンピック競技大会陸上競技日本代表メダリスト、記者会見にご出席いただき誠にありがとうございます。記者会見後の囲み取材はございませんので、ご質問は会見中にお願いいたします。はじめに登壇者を紹介いたします。陸上競技大矢勇気選手です。それでは大矢選手よりメダルを獲得されて改めてのご感想をいただきます。大矢選手お願いいたします。コロナ禍の中、大会組織委員会、大会関係者の皆様、ボランティアの皆様のご協力があり、東京パラリンピックを開催していただき、ありがとうございます。銀メダルを取ることができました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、記者の皆様からの質疑応答を行います。記者の皆様、ご質問の際は挙手いただきまして、ご所属お名前を明らかにされた上でご質問をお願いいたします。スタッフがマイクを持って伺いますので、ご着席のままお待ちください。また競技および選手本人に関する内容以外の質問はご遠慮ください。オンラインでご参加の方は Zoom の QA 欄からご質問を送信いただけます。それではまずはじめに代表質問から2問お願いいたします。まずは銀メダルおめでとうございます。ありがとうございます。広報から失礼いたします。 TBS テレビの平野と申します。お願いします。よろしくお願いします。今大会においてのメダル獲得というのは、大矢さんのこれまでの競技人生の中で どんな意味があるメダルだと思ってますか？そうですね、10年前に、車椅子陸上をきっかけを作ってくれた母親が末期の肺がんで亡くなりまして、で亡くなる前に世界に向けて頑張れと一言があり、その3日後に母親が亡くなってしまったんですけども、でそしてその日がちょうどロンドンパラリンピックの日本代表最終選考の時だったんですけども、その時母親が亡くなり、まあ、近くに寄り添おうといまして、もう棄権することにしたんです。でその時にロンドンパラリンピックの夢がなくなり、そして次2016年のリオのパラリンピックに向けて頑張ろうと思った矢先、2014年床ずれ、まあ、一般、専門用語では褥瘡って言うんですけども、それになり怪我をしてしまったことで、リオのパラリンピックの向けても出場はできなかった。テレビの前でライバル選手を見て研究などをしながら見ていました。でそれで次、3度目の正直でやっと東京パラリンピックに出場することができて、で、ここで、まあ、母親に恩返しができる場合だと思いまして、絶対金メダルを目指して頑張ろうという気持ちで今までコーチと、兄と一緒に練習してここまで頑張ってきました。本当は金メダルを目指して恩返ししたかったんですけども、そこが正直悔しいところでありました。ですが天国の母親も多分喜んでくれてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。メダルを獲得された理由、どんな練習メニューが自分の力についてきたのか教えてください。そうですね、
僕はスタートダッシュが得意なんですけども、そこからもっとスタートダッシュを良くするために坂道ダッシュをしたり、ウエイトトレーニングでパワーをつけたりし、そして苦手な中間走30メーター以降なんですけども、そこが僕にとって苦手なところでした。でその改善をするにはどうしようかということで、コーチと僕の兄と一緒にいろんな練習方法メニューを考えてくださいまして、抵抗をかける練習だったり、120m 直線を流して直線に入ってから全力ダッシュをするという練習メニューを加えたりすることで、日々練習することで結果が出て、苦手な箇所も克服できるようになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて、ご来場の皆様より、ご質問をお受けします。ご質問のある方は、挙手にてお願いいたします。はい、では中央の方、はい、神戸新聞の有島です。銀メダルおめでとうございます。ありがとうございます。その前、一夜明けていろんなメッセージ届いたと思うんですけども、さっきほど、支えてくれたお兄さん、コーチというところで、特にお兄さんはどんなメッセージ届きましたでしょうか。もう一言で、ようやったなと言ってくださいました。その言葉を、電話なのかメッセージか分かりませんけども、読んだとき、聞いたときっていうのは、どんな気持ちになりましたでしょうか。そうですね、ちょっと涙が出てきました。本当にお兄さん、コーチの支えがありながら、やはり練習の移動というところもすごく感謝されています。改めてその公共交通機関の駅員さんであるとか、福祉タクシーの運転手さんであるとか、そのあたりの感謝の思いを聞かせてください。僕は15歳で脳腫瘍になりまして、で病院のドクターに、車の免許を一生取れないということで、電車で競技用の車椅子で運んだり、介護タクシーに乗せて、ハイエースの大きさの介護タクシーに練習の車椅子を乗せて今まで移動しています。そしてそれもいろいろ皆さん の、 そのご協力があり、嫌な顔をせず快く引き受けてくださり、本当に感謝しています。はい、はい、ありがとうございました。では続いてのご質問いかがでしょうか。はい、ではそちらも。 NHK の竹中と申します。この度はおめでとうございました。ありがとうございます。私からちょっと3つほど、質問させてください。まず一夜明けてその銀メダルっていうものを今またかけられておられますけど、昨日とは違って何かこう違った感情が湧いてきたりとか、こう取ったメダリストになったんだぞっていう実感みたいなものってまずあられますでしょうか。そうですね、まだやっぱ1日しか経っていないので実感してるか言われますと、ちょっとまだ実感がすごくわからないんですけど、やっぱり金メダルをかけた時にはやっぱ重たいんだなっていう気持ちが一番最初に来ました。ありがとうございます。先ほども公共交通機関使われているという話、おっしゃってましたけれども、
なんかやっぱり苦労されたところとか、もしあのパラリンピックを契機にこう社会がこういうふうになっていったらいいなとか、そういうところで思われる部分はありますか？そうですね、いつも使うのは JR さんとか新幹線さんの方で使用することがあるんですけども、特に在来線の方なんですけども、車椅子マークがついてる車両が1箇所か2箇所ぐらい、僕が認識してる中では1箇所か 2箇所ぐらいしかそういうスペースがなくて、そういうところでないと競技用の車椅子と、あと僕の自分でこういう車椅子の2台なので、広い場所でないとレース用の車椅子も置くことができないんです。で、やっぱりもっとそういう面でも車両を増やしていただけたらありがたいなという気持ちと、やっぱり未だにやっぱりそういうのをやっぱり荷台をするとやっぱり場所も取りますので、すごく邪魔扱いされたりとか嫌な顔されたりとか、よく今でも多々そういうことがあるので、やっぱりすごく気を使うところが正直あります。でそのために時間も、練習したい時間などもできなく、その電車の乗っているお客様の少ない時間を選び、で陸上競技場が空いているところなども、その時間帯に合わせて、行くことがあるので、本当にこの時間にしたいっていう練習時間にできないっていうのはちょっと、ちょっと心の中にちょっと引っかかっているところが正直あるんですけども、はい、やっぱ ご苦労されているということですね。はい、わかりました、ありがとうございます。今後の競技活動というか、銀メダル獲得されて、はい、来年であるとか3年後であるとか、今後どういうふうにどういうところに目標を持って、取り組んでいかれたいか教えてください。来年に、世界パラ陸上の表現で、僕地元なんですけど、そこの神戸で大会があり、まずはその大会で目指して金メダルを獲得できるよう、再度アメリカ勢にリベンジして頑張りたいなと思ってます。3年後というのはやはり金メダルを目指されますか？そうですね、フランスのパリのパラリンピックもそうなんですけど、まずは一つ一つで来年の世界パラに向けてしっかり練習していきたいなと思ってます。すいません、追加でもう一個、マーティン選手との差というか、はい、に勝つためにはどういうところが必要だと思ってますか？そうですね、僕のスタイルは先行逃げ切りですので、もっと瞬発力をつけて、で30メートル中盤走をもっと加速力をつけることで突き放すっていうところをもっと上げていけたら勝てるのではないかなと僕は思ってます。逃げ切るということですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、はい、笑顔でお願いいたします。はい、では一つ隣の、はい、